はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ロザリアでございます。本日は立夏の柿つばた一式をやっていきたいと思います。今回はちょっと低めの、器で剣山でいけたいと思います。それでは花材の紹介をしていきます。はい、一つ目はですね、もう今回のメイン、柿つばたになります。こちらはお花ですね。予定では、1、2、3、4、5、7本かな?多分。7本ありますので、どこに何本お花入れようかなって感じですけれども、その時の感覚で変わりますのでちょっと生けていきながら考えたいと思います。はい、同じくですね、柿つばた、こちらが葉っぱになりますね。花と葉っぱ、別でやってきますので、花に葉っぱを添える形でどんどん生けていきます。今日のちょっとおデブちゃんですね大丈夫かな。かなりね、もう初夏でしっかりしてきてますので行きやすいかなと思います。はい、2つ目の、花材はこちらになります。これが、前置きに使いますカラーですね。ちょっとちっちゃめのカラー、黄色ですね。ちょっとね、本来は小骨とかですることが多いんですけれども、長期間飾る予定ですので、ちょっと持ちを考えて今回カラーにします。はい、三つ目の花材はこちらです。ギボシ。こちらはですね、橋のところにある義母子、お寺とかにもありますね。なんかそういうところの形に似てる。どっちが先なんだろう?わかんない。こっちが先かもしれないね。この植物の名前を取って、橋の、この、栗みたいなね。あれなのか、どっちが先なんでしょう?知ってる方はコメントください。これがね、前置きになります。前置きと、そうですね、ちょっと、控えの方寄りにも、使っていきます。はい、それではですね、器は今日はこの低めの、こういった、これはね、カラカネですね。合金素材になります。で、中はね、今日は剣山でいきたいと思います。水も入れちゃってますね。これちょっと、いただき物でありがとうございます。では、始めていきたいと思います。はい、それではですね、お花から選んでいきましょう。一つ注意なんですけれども、柿つばたはね、この汁ですね。結構染まりやすいので、紺色と言いますかね、なんか黒っぽくシミになりやすいのでね、必ず、皆さんはね、気になる方は、ちょっとお高い服を着てる方はね、必ず対策をして、いけるようにしてくださいね。よいしょ。とりあえず花だけ全部出してみます。一番長いものをそんなに変わんないのかな。一番長いものをですね、
使っていきたいと思います。あ、一緒ぐらいですね。一本だけちょっと短いかな。これを別の短めのところで、これで一番しっかりしたのが芯で、2本ぐらい使おうかな。これしっかりしてるかな。これと、これにしようかな。じゃあちょっと戻しておきます。受け筒を本来は使うことが多いんですけれども、受け筒はどうしても、水の管理が大変で、私が管理するならいいんですけれども、知らない人が管理するので、ちょっと、そうですね。産立てでいきたいと思います。では、いきましょう。1、2、3。そうですね、あまり切らない方向でいきたいと思います。まあ、付け刃は活かせるところは残してもらって、無理なところはもう取ってしまいます。綺麗にベリッと取りましょうね。大体この辺かな。ちょうどここですね。節のとこなんで。これを、Uピンで留めていきます。ちょっと長めの方がいいかな。作ろう。18ぐらいでいいかな。ちょっと長めに仕込んでおきましょう。よいしょ。こういう U ピンをですね、はい、標準は本当髪の毛の U ピンでいいんですけどね。で、ビニールテープ、フローラルテープの順で巻きます。取れへんな。よいしょ。暑いですね。行き始めるとね、暑いですね。引っ張ります。巻きます。切ります。で、フローラルで巻いていきます。これはね、目隠しなんで、たくさん、ビニール巻くときはね、一重でいいと思います。そして、腕のところを潰します。潰さないと折れるのでね、必ず潰してくださいね。髪
ず絵図を作りますね。のきしんでやるときは作ります。そして葉っぱを入れていきます。すごいな、どうしよう。細い細かったり太かったりですね。ちなみに、へこんでる方が表になります。ちょっと短めに。ちょっと短めに。横長にちょっとね、平たい器なのでいきたいなと思うんですけど、あ、これ分かりやすいな。これよ、こんな感じで黒くなってきますので、これが服につくということを考えて、やっていただけるといいかなと思います。さて、全部にワイヤーを通していきます。それが大変なんだよね。だいたいそうですね、22、24ら辺ぐらいを使いますかね。一束ずつぐらい多分なくなると思います。作業推薦の時も作業って言ってますが、大体多分意識は作業になってきますね。まあ、立夏、あ、他はそうか、作業ってほどでもないな。他はね、一応取り合わせ考えたりみたいなのがあるから、まあ、これは本当に長さのバランスだけなんでね。そうですね。まあ、いろんな方法があります。どうしようかな、今日は。ホッチキス持ってこいかな。はい、ありました。ちょっとね、本当は緑の葉がいいんですけれども、ちょっと見当たらないので普通のでいきます。なかった。これをですね、ちょっと上下2箇所ぐらいを止めていきます。何箇所か止めます。
じゃあ、ところどころね、めんどくさいですけど、この糸巻きでくくっていきます。これが、芯ですよ、セットですよっていうのを分かりやすくするためにね、ちゃんとくくっていきます。ではもう一本を入れていきましょう。どこがいいかな。そうですね。ビニールフローラルと巻いていきます。そして、潰します。長さを揃えますね。で、くくっておきます。では、続きいきましょう。後ろ側1枚入れようかなと思います。ワイヤーを仕込みます。
止め安定しないので止めます。いけた。で、何が変わったか皆さんには分かりにくいかもしれません。もう一本出しておきます。私のこだわりが発動してますね。ここがしっかり決まれば大体まあいけるんじゃないかな。あとは適当でいけるような気がするんですけど。ワイヤーを入れます。入るとこまででいいですよ。あんまり無理して入れると突き破りますからね。入るとこまで入れます。そしたらですね、昇進を入れていきたいと思います。昇進はつぼ一番つぼみの、ものを入れていきます。葉っぱを入れていきましょう。これぐらいですかね。おデブの葉っぱにはおデブの役割がありますのでね、銅とか、そのあたりに使いますので、使うとこないやんって思わずに置いといてあげましょう。さあ、これもワイヤーを入れます。片側だけでいいかな。あんまり葉っぱに細工をね、しないので。
なるべく入れない方がいいんですけれども、どうしても入れないと整わなかったりするので、ホッチキスで止めていきます。はい、こんな感じになりました。これ邪魔やな今更邪魔やな。はい、それでは受けに行きたいと思います。だんだんね、なくなってきましたね。さあ、OK は、どれがいいかな。流しにでかいの置いときます。これにしようかな。これ控えの方がいいかな。これにします。ちょっと短めでいきますね。短めで横長にしたいと思います。テープ、伸ばします。切ります。で、フローラルを巻きます。そして、しっかり枝のところを潰しますね。あんまりなんか力が入ってないように思われますけれども、すごく力が入っていますのでね。そして、ちょっと確認の定規を出して、だいたい出が私のここぐらい、4センチぐらい欲しいので、水際4センチ外した半分なんで、ちょうどこのホッチキスのとこぐらいですね。まで切ります。くくっておきます。受けの葉っぱですね。ちょっと太めでいこうかな。めちゃめちゃ太いなこれ。このぐらいかな。これで、切りすぎてる。大丈夫か。さあ、ワイヤーを入れていきます。
光にね、透かすとどこまで入っているかがよく見えますね。多分そこまでカメラは捉えれないと思いますけど、これも入れれるとこまででいいです。こっちも入れていきます。きれいに折りたたんでテープで留めときましょうかね。ホッチキスで留めます。もう一枚、もうワンセット入れていきます。ここは、千鳥になるようになのでね、主に24番がたくさんなくなるかなと思いますね。22は上の方の本当に長いところ、あと流しの長いところによく使います。残りはだいたい24でいけると思うので、たくさん22、24買っておいて、挑むといいかなっていう感じですね。まだまだなんで、ちょっと無言になりますたくさん葉っぱを入れていかなきゃいけません。どうしたらいいかな、乗り越えか。まあ、やり方はいろいろありますのでね、その都度対応していく行かないといけませんね。
これで、セットになるようにくくっておきます。受けセット、テープが はい、こんな感じで、受けができました。じゃあ今度は、添えに行きましょう。添えは葉っぱだけになりますね。足りるか、長さが。長さ制限がありますのでね、ギリギリでいきます。今日長いのかな、こっちの方が長いね。こっちでいくか。ちょっと細いけど、長さ優先でいきますかね。長いのでこれでいきます。これも入れていきます。長いのはね、だいたい22番ぐらいでいいと思います。なくなった。気持ちいいよね。なくなった時、なんかこう、使った感がありますよね。私だけかな。ちょっとね、テンション上がります。ちょっと下を止めます。本当は腹の糸の方がいいんだけどね。どうだろう、鼻の糸でやろうか。
一番綺麗に丁寧にやるにはですね、このようにですね、出のところ、上下をこんな風に、針金、なんだっけ、糸、鼻の糸で、くくるとですね、綺麗ですね。で、この足をもう一箇所ぐらい、まあ、結んどくと、ばらけなくていいかなっていう感じですね。やっぱこの方がいいか。一番手っ取り早いのはホッチキスですね。まあ、いろんなやり方がありますけれども。では、大丈夫そう。では、みこしも入れておきましょう。ついでに、長いとこ全部入れておきましょう。これも22番太いのが入りそうだったら20番でもいいかな。いけるかな。あ、いけるね。よいしょ。20番で短い方が22番とかでいいかな。シーズンとかですね、今度、7月、8月ぐらいになってくるともっと立派になってくるので、20番、22番ぐらいの針金がね、ちょうどいいかなと思うんですけど、針金でいきます。めんどくさい。下の短いところはね、あれでもいいかも。ホッチキスでもいいかもしれない。長いところちょっとタフさに欠けましたね、今ね。やってみたけど。これパチンパチンで終わるからね。楽なんですけど。こんな感じでいきます。はい、みこしまで入りました。今度は、一番下ですね、流しのところに行きたいと思います。流しは置いておいたこの長い子でいきます。この辺ですね。
ギリギリまで使いましょう。これも18番をちょっと長めの U ピンを作ってですね、いきます。ちょっと切れへんな、このこのペンチ。ちょっと寿命かな。でビニールテープで巻いて、フローラルテープで巻きます。引っ張ります。そして、出のところ潰します。で可変口4センチぐらい、この辺ですね。ちょっと印つけときましょう。ここまで、こっからこんだけ。で、刺します。内側に。で、針金で留めます。遠いな、隣接が遠い。そして、これに葉っぱを添えていきます。長めなのがいいですね。長いと太いんだよね、今日。めちゃめちゃ太いですよね。仕方ない。ギリギリでいいかな。じゃあこれに、針金を入れます。
入ってるのかな。それてるな。よし。これをこう折ります。で、22かな。22でこう止めておきます。これを刺します。はい、こんな感じで、もう後ろ側も入れていきます。これも入れんでいいかな。ちょっとでいいと思う。短いんで曲げます。ここも22ですね。こういう感じ。あとは、控えですね。今度控えを入れていきます。控えもお花を使います。ちょっと短めの葉っぱまで短いの取っときましたけど、どうだろうね。いけるかな。いけそうだね。ギリギリこの辺で。これも郵便を巻いて、でを作ります。そして目隠しにフローラルを巻きます。
これで、ちょっと癖があるので、しっかり隣接するところと止めていきたいと思います。そして、これにも葉っぱを添えていきます。大体これぐらいかな。これも針金を中に通さずにいきます。ワイヤーを巻き巻きと、必ず何があってもこの長い方が前と、葉っぱ長い方が前に組みます。はい、ではもう一枚、もう一セット入れていきます。同じように巻きの針金で留めていきます。
で、糸でワンセットにしておきます。こんな感じかな。こんな感じですね。さて、これで、横、あとこの前の立体感を足していきます。現在こんな感じですね。ちょっと横長めに今日はいけてます。器が低めな感じなのでね。さあ、では銅のお花に移りたいと思います。一応、こっちが前になりますね。こっちが後ろになります。こっちが前、こっちが後ろ。内側が、芯に向かって表に向くように、葉っぱもお花も、向けるのが理想ですけれども、なかなかそううまくはいかないと思いますので、その時はね、色要所要所で変えてもらうのがベストだと思います。これで 1,2,3,4,5,6,7 本入りましたね。すべて入りました。ちょっと長めに、ここに、U ピンをつけます。これはもうフローラルでいいかな。短いところはフローラルを、20ぐらい巻くのでも十分いけると思います。心配な人は、ビニールを巻いてください。お花をこうやって入れますね。そして、葉っぱを入れていきます。ここで、このひろめちゃんが、おデブちゃんが、大活躍できるわけですね。結構ね、急成長したりしてると、でも上までデブじゃなかったりして使いにくいのもあるよね。まあ、でも広い方がしっかり締まりますのでね、
ここのために広いのは置いときましょう。はい、これはワイヤーを通します。ここは、ね、平たく使うので、ホッチキスの登場ですかね。これでスパッと綺麗に隠れますよね。これで、深添え体的な感じで、3セット入れていきます。あー、床がびしょびしょですけど、まあいいです。これもワイヤーを入れます。まとめてね。はい、ズボラまとめて切ります。これをね、コミュアラでやるときは足にしたりするんですけど、剣山なので今日は。ここですね。ここですね。はい。あと一箇所。完成が見えてくるとね、楽しくなってきますね。
はい、これも同じようにワイヤー通して、ホッチキスで留めます。つけてない、大丈夫、ギリギリ。よし。で、長い方が前に組みますね。だいたい曲げる。あ、靴上まで入ってないな。出のところぐらいまでは欲しいですね。一箇所、もう一段か細いのちょっと入れときます。よし、どこが出会った、ここ出のところで止めます。それと機械の間の空間にこう働くようにいつもの胴と同じようにね作ります。でこれはやっぱり広い刃の方がこうしっかりなるので、ここのために、おデブちゃんを置いておきます。いろんなところに役割があるんで。さあ、これであと後ろがこいですね。後ろも太めがいいですね。これ反対かな。こう分からん子やね。わからん子がいます。どっちかわからない子は、天才的なんで、そのまま使います。これもワイヤーを通してホッチキスでやっていきます。前後に入れるのは基本的に平たく使うので、全部。横に持っていくのがね、結構難しいかなと思うんですけど、前後のパチパチっと言うんでいいんですね。よいしょ。抜けてる。ちょっと癖が強い。ワイヤーですね。もっともないときは本当先をちょっと切るだけでこんだけ変わりますからね。しっかり先を揃えること忘れがちですけど大事ですね。ちょっと癖があるんでしょうね、この切り口。機械でバシバシ切ってるんでね。スーッと入っていきますね。結構先まで入れないといけないって思ってる人多いみたいですけど、出よりちょっとそうですね、3センチから5センチぐらい、あれば、針金効きますので、無理して入れる必要はないですね。
パチパチっと止めて入れておきます。はい、これで、今現在ここまでです。とりあえず、薬枝を入れた状態ですね。ここから、前を入れていきます。これ別の花材になります。後で、もうちょっと葉っぱを足していくようになると思います。2本でいいかなと思うので3本一応入ってますけれども、とりあえず1本入れていきます。これはね、U ピンで、止める感じで大丈夫だと思います。で、直フローラルで柔らかいのでね、あんまりビニール巻くとぐちゃぐちゃになる可能性が高いですね。中に通すこともできますが、どうだろうな。フローラルをベースに巻いて中に、ワイヤーを通すっていう感じでもできますが、やっぱり中傷めない方が持ちはいいと思うので、そろそろ枯れることはないんですけどね、ちょっと腐りやすいですね。やっぱこう水系のもので、特にこれふわふわしてますので、まあ、中がね、茶色くなってぐじゅぐじゅになります。これくらいか。はい、では2個目入れます。短くしよう。ここで、超ターンをつけてメリハリを出します。2個並べてもね、それはそれで可愛いんですけど、その時のカラーの状況にもよりますね。なんか今年はね、このなんかすごくちっちゃい可愛いカラーなんですよね。いつもは多分倍ぐらいの大きさがあると思うんですけど、なんか今年ちっちゃい可愛いのがいっぱい来ますね。新種なのかな。立花にはちょうどいいちょうどいいサイズですね。いつもめちゃくちゃでかいからちょっとコンパクトにするようにしないとね、いけないんですけど、そういうのもいらないしちょうどいい。ちょっとこう高低つけて可愛くします。そしてギボシ、煮干しを入れていきます。一番大きさがいろいろなので、一番でかいのを一番真ん中の下に入れて、その手前がちょっとその次に大きいぐらいでいきます。で、後の、ものは、まあ、入れるか入れないかわかんないんですけど、24くらいかな ?24 の、この巻きで、ここに、この軸に穴を開けます。通します。シュルシュル。そして、一回こっちに曲げます。はい。そして、今度、バッタの足のようにですね、このように曲げます。
はい、そしてまた、このこれを茎に沿うように戻します。でこういうふうに山形を作ります。でここ通ってるので、外れることがないですね。でこれを、フローラルで留めていきます。この色にしようかな。特殊な、特殊ですね。こういう葉っぱですね。それで、その今こう閉じてる状態ね、この閉じたまま使いたいときはこうやって使います。で、ちょっと開かす。平たく使う場合、このさっき作ったバッタの足をこう広げると葉っぱが広がります。で、ここで調整ができる仕組みになっております。で潰しながら溜めます。あ、内側だよね。内側ですね。はい。そして、今日最大の、ギボシさんも同じようにですね、24。結構柔らかいので、24でいきます。ここの、ちょうど、高い、この、広いところの茎を、拾います。ここね。そして、だいたい真ん中ぐらいまで通して、そしてこう折ります。はい。そして今度こっちにこう折ります。はい。そして茎に戻します。こう、はい。そしてこれをフローラルで留めます。ゴミ輪でやるときは下まで巻くんですけど、刺さらないんでね。剣山なので、出のとこだけでいいかなと思います。あれが、これぐらいか。これぐらいですね。ここ。ちょっと下まで巻かないとダメだった。足します。で、いらない針金を切っときます。ここですね。で、潰しながら溜めていきます。で、ここは平たく使いたいので広げます。ちょっとスコンとしてるので、ここに残りの3枚で、3枚絶対5枚じゃないといけないわけでもないらしいので4枚になっても5枚になっても6枚になってもいいみたいですね。でこのメインの葉っぱよりちょっとちっちゃめに、いけていきますね。同じようにもう一回いきますね、通して曲げて曲げて曲げる。まあいろんなやり方あると思いますけどね、私ずっとこれでやってきてるんでどうなんでしょうか。普通に
腕のとこだけ巻いてやってる人もいるんじゃないかなと思うんですけどね。これが微調整効くんでいいですよ。広がってたら広がったようにしか使えないんでね。すごいごつい大きいのしかない時もあるんですよ。今日は可愛らしいの入れてくれてるんで使いやすいですけどね。おそらくもうちょっとシーズンがね、夏になってくるとどでかいのがやってくると思うんで、そういう時にコンパクトにしたい時には非常に便利な方法ですね。で、葉っぱはね、必ず上を向くように入れましょう。やっぱ5枚いるな。で、残り、シャキシャキっとやっていきましょう。ヨガ飽きてきた。やばい。ピヨピヨ言ってますね。これで角度も調整できるし、非常にいいですね。あと1枚。と広げにいきますか。OK です。あとはですね、今、前置きが全部入りました。こんな感じです。さあ、あとはですね、残りの葉っぱを使ってですね、あしらいを入れて終わりになります。足りないところですね。これ基本のもう、道具は揃ってますので、ここに足りないなと自分が思うところに足していきます。よし、この辺のね、まず、
本当は、ここに、留めが入るんですけれども、留めが今日はないので、葉っぱで留めを作っていきます。ここ。あとは、ここがちょっとスカッとしてますね、ここ。ちょっとここを足しますね。よいしょ。今日は平たく入れるので、針金を入れて、ホッチキスでいきます。硬い。今すごい硬いんだけど、
この辺ですね。右に向けたいので、糸で結んで角度をつけます。ここがちょっと平たいのが気になりますので、ここに足します。これもワイヤーを入れます。で、カットして、ここでくくります。このように止めます。上下、腕の上下2箇所ほど止めておけば、だいたい融通効きますね。それからここがちょっと荷星がちっちゃめだったので目立ちますね。もう一枚足します。これで24かな。
4を入れます。ちょっと軽めに止めときます。よし、 OK、 だいたいいいかな。あとここも一個欲しいかな、もう一本。細めな、これぐらい、はい、パンというかな、これぐらいです。さあこれもワイヤーを入れて、入ってないな上まで入ってないな。よし、これで大体いいかなと思うんですけどもね。ちょっと今日は長し長めな感じの横広がり目にしたつもり。もうちょっと立てておくか。どれかな。こんな感じですね。はい、今日はこんな感じで完成でーす。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、柿つばたのお花7本を使っての、立花柿つばた意識でした。ちょっと平ための、器、水辺の風景を出すために使いました。これもね、持ちも良くなって涼しげでいいかなと思います。ぜひね、これからまだまだ、柿つばたのシーズンは続きますので、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。5本でもいいかな。まずね、基本形の、意識やってみて、まあ全部ってなると大変かなと思う方は半分でも、柿つばたを少し取り入れた立花をねやってみてはいかがでしょうか。もうとってもやっぱりね、いいですね。何とも言えないこの曲線が私は好きです。好きになったね。うん、そんなに興味なかったけど好きになった。ぜひ花屋さんであるのかな、あんまりなさそうだけど、見かけたらチャレンジしてみてください。それではまたお会いしましょう。チャオー。